ガス株式会社がお送りします。今日はみんなを虜にするふわふわハンバーグ、ある魔法のアイテムで柔らかくジューシーになっちゃうんです。天谷調理成果専門学校の天谷毅先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は家庭の人気料理をテーマにお送りしてきましたが、最後は大人も子供も大好きなハンバーグですね。はい、今日登場するマジカルアイテムをうまく使ってもらうと、ふわふわのハンバーグが出来上がります。私いつも家で作ると少し硬くなってしまうんですよ。なので今日は必見ですね。玉ねぎのみじん切りから始めていきます。玉ねぎ4分の1個です。はい、玉ねぎも、炒める派の人と生で入れる派の人がいるんですけど、はい、今回は炒めます。あ、炒めるとどうなるんですか？まあ、甘く仕上がるっていう特徴がありますかね。玉ねぎをみじん切りにしたら、サラダ油適量できつね色になるまで炒めて冷ましておきましょう。はい、では、ちょっと大きめのボウルを用意していただいて、ここからハンバーグの種を作っていきます。はい、でまずひき肉ですね。合いびき肉 200g です。あと、先ほど炒めた玉ねぎです。そしてここに、卵1個です。あと下味の塩コショウを加えます。塩コショウ少々。そして最後に生パン粉の魔法でふっくらジューシーなハンバーグになっちゃうんです。今当たり前って思いましたよね。違うんです。いつもより多めに使います。生パン粉多めということですが、どれくらい入れるんですか？はい、今日は、生パン粉 40g 加えますね。はい、はい、結構確かに分量ありますね。そう、こう比べてもらうだけでも結構なパン粉の量になる感じがすると思うんですけど、はい、これを全部入れてしまいます。はい、どうしてこんなに多くするんですか？はい、結局今日はふわふわのハンバーグを作るというのが一つのテーマなので、パン粉が結局焼いた時にやっぱりその肉汁をいかにこう中に留めていくかというところが重要になってますね。なのでパン粉を使ってあげると、まあ、量を多くしているので、はい、その分、油であったりとかその旨味の汁っていうのを中に閉じ込めてくるという効果。どうして乾燥パン粉ではないんですか？生パン粉を使っていただくとよりこうしっとり感が上がって、牛乳で戻す必要もないということですね。なるほど。じゃあ、 肉汁をしっかりととどめた、そして牛乳も省けるというダブルでいいことがありますね。うん、そうですね。ひき肉の粒感がなくなり全体がよく混ざったら、2等分にして厚さ 2、3 センチの俵型に形を整えましょう。では、さっき成形したハンバーグを焼いていきます。まずサラダ油ですね。サラダ油適量です。より表面をこうカリッと焼くために手持ちサラダ油多めに加えていただいた方がいいかなと思います。少しこう形を整えてあげて、ここに置きます。まだ火つけてません。真ん中くぼませて、で火をつけます。はい、最初は温度低かったんで強火で温度上げていく。でじゃあこのまま強火で最後までいったら絶対表面焦げてしまって周り火通らないよなってなれば弱めていくっていう感じですかね。焦げないように中までしっかり火を通していきます。これが火が通ってないと赤いのが出てくるんですよ。ちょっと血が混じったり、はい、今透明な肉汁が出てますね。うん、はい、大丈夫です。はい、では一旦このハンバーグを取り出します。はい、今からここでソースを作っていくので、はい、ちょっとハンバーグが中にあると作りにくいので一旦取り出しました。はい、まずケチャップですね。ケチャップ大さじ4、はい、ウスターソース、はい、ウスターソース大さじ2、ここに醤油です。はい、醤油大さじ1です。あとバターですね。バター 10g です。あと水を少し、はい、水 50ml、はい、加えて火にかけていきます。フライパンを洗わずに同じでいいんですか？はい、そうですね。ここに結局、肉汁であったりとか旨味の成分というかいっぱい残ってるのでこのまま使っていきます。わかりました。はい、ソースが一煮立ちしたらハンバーグを戻します。ちょっとこう煮込んであげるとケチャップの余計な角も取れるので、はいはい、全体がまとまってくれます。ソースがだいたいこのぐらいのとろみになって、あとハンバーグの全体にねソースが絡めば完成です。美味しそう。もう今すぐ食べたいです。いただきます。
肉がしっとりしてます。これ生パン粉を多く入れてるからのこのしっとり感なんですかね。そうですね、やっぱりパン粉の量がどうしても少ないと、うん、肉がこう縮んでギュッとなってしまうので、そこの間に今パン粉が入ってくれて、で多めに加えてるんで、よりふっくらしてるかなと思います。ハンバーグの中に肉汁がたっぷり詰まってて、食べた瞬間もう旨味で溢れますね。おいしい。このソース、デミグラスに和風の要素を足したコクのあるソースですね。ご飯にも合う、こうバランスの取れたソースになってるかなと思います。パン粉を少し多くするだけで、うん、こんなに食感が変わるなんて驚きです。はい、ふわふわハンバーグ、材料のおさらいです。材料は2人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。今日は生パン粉を多めに使ってふっくらジューシーなハンバーグになっちゃいました。ほんとマジカル。